れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、能登半島の地震で被災された場所にですね、私の速稼塾の塾生さんもいらっしゃって、その方がようやくいろいろと現地のね報道を見て分かることと、あとね大きく違和感を感じるところがあるんで、久保さんの方から第一報ということで知らせてくれということで、情報いただきました。まだ動画ですとかね画像っていうのは十分集まってませんので、今回はお見せすることができませんけども、その方の言いたいことっていうのは、実はねその能登半島と本州の出入りっていうのは別に最初からそんなに不自由してなかったよってことなんですよ。確かに渋滞はありました。やっぱりね、能登半島から出ていく人と能登半島に入りたい人っていうのは一時混乱がありましたからね、あったんですけども、そんなに連日にわたって深刻かってはそうでもなくって、実際1月1日2日、能登半島にいらっしゃった方が本土の方に渡っていろんなものを買い込んできてまた戻るみたいなピストン運動をされているみたいなんですよ。もちろん普段通りスイス行くわけではないですけども、それでもね首都高速の渋滞なんて問題にならないぐらい別にそんな混んでなかったですよみたいな感じですよね。でそれに対して能登半島にボランティアの方が入るのをね、ちょっとこうやめてくれみたいなことがあったんだけども、それはちょっと違うというふうに言われてました。全然人手が足りないからボランティアの方が個人的に来てもらってもいいですし、なんか一部ねトルコかどっかからの人が愛知から10時間ぐらいかけて現地に来て、なんかねスープを振る舞ったみたいな報道があったみたいですけども、あんな感じで来れるんですよと、だから山本太郎さんとかが現地に入って随分批判を浴びてますけども、いやああいうことをしてくれっていうふうにその方は言われてましたね。別にその方はレイヤー先生組とか山本太郎さんがどうこうってことはなかったみたいです。ただ山本太郎さんに批判が集中したりとかね、各与党野党が今は現地に行くのを控えましょうっていうのは全然違うと、早く来いと言ってましたね。それはねもう1月1日とか2日の段階でそうでした。で助かる命があるのに人手がないから全然助けられなかったし、でも実際にじゃあ道が寸断されて通れないのかってそんなことはないと。で大きく分けて2つの現状があるって言われてましたね。1つは行き来がそんなに困ってないような地区ですね。そこが例えば、輪島の朝市通りとかですよね。あれって海外の取材メディアっていうのどんどん入ってきて報道してるわけですよ。いやそればかりか日本のメディアだって不自由なく入ってきたでしょ、ヘルメットかぶった人がレポートしたでしょ、なんで人たちとか人たちに関わるスタッフがねどんどん来て帰ったりとかしてるのに政治家だけは来れないなんてこと言ってるんですかとかね、全然来れますよっていうのが一つです。もう一つは実際に能登半島の陸の孤島みたいな感じで、住民が一つのね、まあ、村っていうか集落で10人前後で住んでるようなところっていうのは確かにそこまでの交通の便がアスファルトじゃなくてコンクリートの道路だったりとかして、そこは土砂崩れで塞がったりとかしてるんで、そこはね自衛隊の方とかに任せるしかない。でも普通の人が全然ねマイカーで来ていただいて、ホームセンターで買ったペットボトルの水とかカップラーメンも持ってきていただいて、ガスコンロとか持ってきていただいたら本当助かるんだからって言われてましたね。で今もうすでに1週間ほど経ってるわけでしょ。もう今はもう本当にね普通のスマートフォンを抱えてらっしゃる方が現地に来て、あ、未だに電気や水道が来てないんだみたいな感じでこう取材して帰っていくみたいなね、まあ、どっかの無名 YouTuber みたいな方も結構いらっしゃって、そういう方が知らせてくれるのもありがたいとか言われてましたね。で私の方もねどのように報道すればいいのかわからなかったんで、ずっとこう見ていたところではあったんですけども、実際は今回は政府報道があまりにもずさんと言われてました。でもうはっきり言って迷惑だって言いましたね。デマを振りまいてるというふうにね、現地に住んでる私たちとは全然違うことを報道されてきて、もう一体自民党とか何をしてるんだね、それこそ現地に来てみろと、来れるから不自由しないからね。でボランティアは自己完結が原則だみたいなことを言われてる人もいますけども、確かにそうだけども、今回は別に現地に来たからって言ってね、じゃあ現地のガソリンをね給油してもいいのか悪いのかってところがありますけども、そもそも満タンにして来ていただければ能登半島で給油する必要はないからって言ってましたね。で能登半島にお住まいの方もガソリンがないからまずいなと思ったら本土の方に行って給油してまた帰ってくるみたいなことをしてる人もいるみたいでね、別に行き来は全然できますよって、それはもう別に2日3日からできてますよって言われてましたね。1月1日はねさすがにいろんな混乱があったりとか瞬間的な道路事情の混乱ね渋滞があったんで積極的に本土の方に行こうとは思わなかったけども、もうすぐに復旧したって言ってましたね。なんかこの辺もねなんかね私もね
あ、意外だなと思いました。能登半島ってこういう風になってるじゃないですか。だからここが塞がってもうね、あの海路でしか海でしか行けないのかなと思ったんですけども、そんなことはないという風にその方は言われてましたね。ちなみに今回自衛隊にあの派遣要請をね出した岸田総理なのかもしれませんけども、あの海をね十分活用していけばよかったんじゃないかなというところがあります。ただそれはあの地震の後に来る余震みたいなのでね、津波が起きてしまって船が難破するみたいなね、そういった二次災害を避ける意味で慎重になったんじゃないかなっていうのは、まあこれは確かにそうかなと思えることでございました。あ、というところでね、あの現地の人の現状と、それから本土でこたつ記事書いてるような人とか、遠くからね断片的な情報で、あとは想像で物を言ってる人とだいぶ乖離があるっていうふうに私は感じましたね。はい、まあでも今回の情報もその人の個人的な意見って言われればそうなんですよ。でもやっぱりね、そこにお住まいになってる方の不安の声の一つと捉えたら、現地にも入らずに一般論で語ってる人の方が無責任だなっていうふうに思いましたね。やっぱり現場は常に動いてますから、以前の地震の例と比較できないところは多いわけなんですよ。というところでございましたね。はい、じゃあ私もよくわかりませんけど、とりあえずあのいただいた情報のまま素直に伝えたよっていうことでございます。